脳しゃべでございます。やったー、あと念願の、いや、かっこいい、かっこいい。おはようございます。今日はですね、待ちに待った脳しゃべでございます。やったー、あとね10分ぐらいで来るってさっき連絡があったんで、納車をして買い物にちょっと行こうかなと思います。いや、ドキドキだね。ついにこの時がやってきましたよ。あ、待って、いるんだ。待って、いるいるいる。念願の、いや、かっこいい、かっこいい。おはようございます。あ、ここで大丈夫です。はい、かっこよすぎんか。ね、10センチリフトアップされてるらしい。オープン。うーわ、新車の匂い。はい、中はこんな感じですね。かっけー、やばー。後ろも開けてみるか。でね、釣り具をいっぱい乗せてね、いろんなとこに釣りに行けるっていう、最高じゃん。車庫で、はい、ありがとうございます。到着です。よし、じゃあね、いろいろね、小物買ったんですよ。買ったんだけど、これね、まずボトルティッシュでしょ、とこれナビにやるやつ、スマホ守るくんと、あとなんか方向剤のこれにしました。香り立ちモンスター級、はい、これと、あとこれ、ラブフォーの人はみんなつけてる、これね、アマゾンクオリティで届きました。この見て、この箱の割れ具合。これをとりあえず設置して、あと足りないものを、このね、大きいオートバックスに今から買いに行きます。はい、買い物が終わりました。ちょっとね、いっぱい買ったんですね。ちょっと一個一個紹介していこうと思います。まずはこちら、腰サポート。はい、こういうのはね、なんか仮眠する時とかも使えるかなと思って、このなんかふきふきするやつ、これね、ダッシュボードとかいろいろ、まあ、こういうウェットティッシュ、まあ、この辺はね、マイクロファイバー、掃除用品ですね、この辺は。これを買ってみました。このダッシュボードとかのツヤ出し用と、あとコンパウンド、なんかあった方がいいって言われたんで、一応これも買いました。これなんかエアコンが臭くならないようにするやつ、最初にしとくといいのかな。と、あと助手席用のドリンクホルダー、はい、とちっちゃいコロコロ、はい、と、あとここのラゲッジスペース、ここにね、引くブランケット、やっぱ
あのレンタルエレキとか載せるときにやっぱこう傷が入ったりするじゃないですか。それが嫌なので、ラバーマットを買ったんで、それが届いたらそれを敷いて、それの上にこれを敷こうかなみたいな可愛い柄を買いました。じゃあ設置していきましょうかね。こういうやつはね、この下にね入るんですよ。この下にこう開けると下にこうスペースがあるんで、ここにね何でも入るんですよ。素晴らしい。とにかくね、荷物がめっちゃ乗るんですよ、ラブホ。それで決めたっていうのがやっぱでかい。とにかく荷物を乗せる、遠征の時もそうだし、イベントの時とか、アパレルを積んで持っていかないといけないので、まあ、あと自分の大会だったり、そしてかっこいい。よし、ちょっとセッティングしていきます。これをちなみに私はプラチナサボンの香りにした。これがね結構ややこいらしくて、すごいさすがアマゾン、手こずる気しかしてない。なるべく愛車を傷つけたくない。こういう感じですね。ラブ4専用設計。きつそう、難しそう。ちょっと頑張る。これカメラ切って一回頑張ってみます。はい、こんな感じですね。かわいい、いい感じ。ちょっとね、これね、なんか工具がいるっぽい。だから後でまた車屋さんに持っていくので、その時にお願いしようかなと思います。ちょっと私では無理だった。ほい、ではでは車屋さんに今から向かいましょう。今日はね、実はこれまだ保険入ってなくて、ちゃんとしたやつ、ちゃんとしたやつっていうか、だから今日ね、ワンデー保険とか、よくコンビニとかでかけられるやつ、1日だけの保険に一応入ってっていう感じでね、買い物に行ったんですが、今からまた、車屋さんに預けて、いろいろ点検整備してもらって、コーティングとかもしてもらって、で、やっとこう本ちゃんの納車という感じですね。どこに次に行こうかな、最初ね、霞ヶ浦かな。でまだ竿を乗せるこのあれをつけてないから、その辺をねどうカスタムして釣り車にしていこうかなっていうのがね、そういうのがね考えるの楽しみ。熊本にもね連れて帰らないといけないので、今年帰れるかな、今年に連れて帰れたらいいけど、そういう時はフェリーか、フェリーに乗せて帰ればいいか。結構ね車だけで行くと東京から13、4時間ぐらいかかるかな。なかなかだから泣くんじゃないおかんたち、嬉しすぎて。ついに、一応ね最初の遠征は、池原、4月に池原に行く予定なので、こいつでね行って、また多分室尾ダムとか、室尾ダムのおかっぱりだったり、スブロコもおかっぱりできるんだっけ。おかっぱりできたらやりたいな。ボートもいいけど、エレキセット持ってくよりもおかっぱりがいいな。池原でね一応多分3日間ぐらい乗るんで、山ごもりまたやるんで、今年
六丸をこいつと共に釣り上げたい。いや本当ね、頑張ってきてよかったなって。でも頑張れたのも本当にね、応援してくれてる皆さんがいて、私も頑張って